その時イエスは弟子たちに言われた。父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけていて実を結び、その実が残るようにと。また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと。私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。互いに愛し合いなさい。